はい、60歳代後半とですね、それから70歳以降の在職老齢年金の計算式で出てくる平成28年度で47万円という数字がありますね。支給低視調整額というものですけども、これは平成28年度47万円のものが平成29年度は46万円になりますのでね、ご注意ください。